はーい、ちっちゃいみんな、こんにちは。今日はアリケンのクリエイターサポートを教えるよ。アリケンのクリエイターサポートをすると、アリケンの体重が1人につき1キロ増えるよ。クリエイターサポートの ID は簡単。ARIKEN。N は1個、アリケンで入れてね。そしたらアリケンが太りすぎて爆発するよ。3、2、1、ドーン！それでは見ていきましょう。やばいらしいです、ルナペポが。まさかたった一人でね、そんな勝てるねえ、そんなわけないよね。さあ残り23パーティー、ここが一体ねどこでやられるか。さあちょっとでも順位を伸ばせばいいところの、さあルナをどこまでキャリーできるか。まあ10位ぐらいまでに入ったらまあ美味しいね。さあ目の前敵がこんにちはした。いやこれは、いやさすがにこれはしんどい。いや周りに敵がいる、これはさすがにしんどいかな。横からこんにちは。さあ目の前のワンボックス入ってサーブまで1人持っていったねえ。さあ目の前、あー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 、さあ角切り入って、さあ物資あさりたい。まさかね。さすがにこっから一人で勝つなんて、残り12人もいる。まさかええー、当たった。まさかね、こっから一人でビクロイだ。まさかね、いやまさか、そんなまさか、そんなまさかね、ありえないよ。さあ1キロ入って、そんなね一人でなんて、嘘だろ。うー、10キル取ってビクトリーロイヤル。おい今シーズンも1位取るんちゃうんかこいつら。さあマウフィン現在71ポイント。ワンボックス目の前に敵がいるが、さあここは横の敵しっかりワンボックス囲んでいる。うますぎる。さあスペシャルワンを倒して、さあ資材が回復。これワンチャンハイぐらいいけんじゃね。残り15パーティー、25人。さあしっかりとアンチ移動して、さあアーマードウォールをつけて後ろの車線を切っている。さあ味方にエクスプ乗せて、後ろからアステッドライフルが撃たれている。うわー、ここは落とされている。マウフィン、うわー、崩されてた。さあうわー、これはうまいね、この人たち。ハイグラ削り切ったぞ。さあルイサナとリアムがローグラで頑張っている。さあ目の前絶望がいるが、ここは崩して、さあ降りてきたところをドラムショットガンで倒していく。ドラムショットガンのレートが速すぎる。そうね、80ポイントまでいってるから、まあまあでもボーダー上がるからな、こっから次の試合もちょっと気抜けないね。うわ、カウンター決めていく、強っ。さあドラムショットガンでボコボコにしている。残り 2v2、 HP はマックス。さあ純粋な上とのファイトです。さあ上はマウフィンたちを倒したプレイヤーたち。さあルイさんたちは勝つことができるのか。さあ目の前崩していきたいが、なかなか崩れない。さあ一度アンチ外に行って、フロッパーもあるので、さあ耐久ができる。さあここは耐久していく。さあ相手のチームは、さあヒール的にはルイサナの方がヒーリング多いぞ。さあアイテムを集めにいっているルイサナ、目の前にミスト見つけた。これ勝ちです、勝ちました。これはさあまだミストは最終アンチ回復できるのでね、しっかりと回復してそのままビクトリーロイヤル。おめでとうございます、ルイサナがビクロイです。さあルナペポ、先ほどペポが1人でクラッチして1位になりましたが、またヤバいシーンがあるとの噂でルナペポの画面見ていきましょう。さあ目の前敵がいるの分かっている。
さあペポがサブマシンガンで一気に潰していく。さあサブマシンガンルナがまた1キロを取っていく。さあ一人でクラッチした後、今度はやっぱ二人だろと。下がボコボコにされて静かやもんな。さすがに勝ってそうだな。さあサブマシンガンの M が良すぎる。一瞬見えただけで大ダメージがなくなっていきます。さあ残り資材を増やして、さあここはルナが落ちてしまった。さあ下の人間アーマードウォールを使って、さあペポが回復勝負するでしょう。まさかね、まさかね、2回連続でね勝つなんてね。いやそんなアーマードウォールねなんていっぱいやってもね、まさか2回目もう。だって135ポイントでビクロイしたらどうなっちゃうのこれ。さあルナが行ったね下の方に。さあサブマシンガンでボコボコにしてるぞルナが。つえー、ルナもつえー。さあ軽くビクロイしました。連続ビクトリーロイヤルです。さあ現在3キルワイルドホーク76ポイント微妙な数字。ここでポイント稼いどかないと下の50人マッチは入れないぞといったところ。さあコヨタとワイルドホークの、さあ2人の巨頭。さあ A2 コヨタ&リドルワイルドホークが手を組みました。何回言うねん。強すぎこの銃、この銃本当にやばい。さあワイルドホークアイテム1個取れてないか大丈夫か。さあ木を削って、さあ後ろではコヨタがしっかりと後続。さあもう見えるんですよコヨタはこういうのが、コヨタはこういうのがねしっかり見えるんですよ彼は。もう絶対に許さないからローグライン来た敵を。さあチャグスプも拾ってしっかり回復していきます。コヨタの設定ってどんな設定なのかね。うわしかしここはコヨタやられていく。さあワイルドホークキル取って、さあ目の前の敵も倒していきたい。さあ味方からさあ物資を受け取って、さあこれもアップデートで変わりましたからねフォートナイト、アイテム落とせるようになりました。さあ移動して横から痛そうなサマシンが撃たれているがしっかり周り囲んで、さあ目の前今読みは良かったんだけどね、しっかりガードしたね相手も。あんないきなり横からヒュッて来たら倒されそうな感じするけどな。さあ後ろでやり合ってる敵を倒していきたい。残り3パーティー、結局登ってるモーションの時にダメージ入れられたらやられちゃうからね。いやーさすがにきついが、さあ2位だねワイホーナイス。さあヤマリル50以内に入れるか、まあもうちょい生きるの95は欲しいよな、うん、いやいいねここのキルポでかいよ。さあ90番台に入った。さあ目の前バモスウサちゃんがさあ狙いに来ているぞ。うわカウンター痛え。この状況でも落ち着いてカウンターを狙える競技勢、反射神経が良すぎるほんまに。92ポイントあと3ポイント欲しい。さあ1人やられてワンボック勝負、うますぎる。さあ上とボヤを倒して、さあミニポか何か拾いたかったがここはアンチ外だったのでアンチ同優先。96ポイントもう大丈夫っしょ。順位が1個でも上がればポイントが増える。さあ1ポイント増えた。さああと1ポイントでも上げたい。バレたら終わる。いやさすがにまあでも98頑張った、よう耐えたな。さあどっちの近距離エイムが高いか。さあいいダメージ、うわー落とされて、うわー下が勝った。さあ FCS おドラゴンが勝っていきました、おめでとうございます。そうですね、さっきの場合行って、ナイトルクジャクも通りましたと、バイキンミニピオも通った、アルビドさんも通ってる、いいね。明日この50人が戦うからね、フレダーさん、ハルキョも通ってる、ザゴー通ってる、LODSTK も通ってる、ユーマ、ムーコニックも通ってる、アルバリン通ってる、リース通ってる、エイムさんも通ってる、別ゲーフミも通った、チェホン通ってて、タイヤタン通ってて、コガネさん通ってて、タタタタタ、ダーバンスターって、ウクライナバンジャイも通ってる、あー、で、ここが通らなかった人たちだね。それじゃあ、一旦じゃあ配信はここで終わりたいと思います。お疲れ様でした。